皆さんこんばんは、 If I am の実感です。こんばんは、はい、今日はね、なんかこの寂しい寂しい絵ですが、2人しかいないちょっとゆるゆるね、オープニングは。そうですね、まあ、ちょっと後々ね、3人目も来るっていうことなので、それまでちょっと、そうですね、ちょっと久しぶりにタビーに耳が一つしかないタビーこれ耳なのかな、え、これ耳じゃないんですか、わかんない謎の器官、人間にはない謎の器官まあちょっとお留守番をしてもらってるということでね、まあ、それまでは2人でやってきますけど、そうですね、はい、今日の MC を務めさせていただきます。東北大学文学部4年の金森夏実です。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、同じく東北大学3年工学部、大川原彩人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい拍手が、拍手が、拍手が、そうですね、それしかいないから今日、はい、そうですね、はい、If I Am は、毎週木曜日、夜9時から北目町にあります創造スタジオごっくりで生配信を行っております。ですね、最近ね、ちょっとしばらく行ってなかったんですけど、このユーストリームの画面の向かって右側に、はい、ソーシャルストリーム、ごめんなさい、ソーシャルストリームってね、いやちょっと日本語専攻だからソーシャルストリームという欄がありまして、そこから書き込みしていただくと、こちらでもその声を拾ってね、こっち側にありますので、そちらにぜひ書き込みをしていただいて、こちらとこうね話すような感じでどんどん進めていけたらなと思ってますので、皆様ぜひ詰めてください、はい、よろしくお願いします。ツイッターでも笑顔311のハッシュタグをつけてつぶやいていただければ、こちらでも見ることができますので、ぜひぜひよろしくお願いしますと。お願いします。はい、いう感じでですね、今日の、ね、内容なんですけれども、はい、はい、岩手に行ってきたっていう、ダダン、そのまんま、そのまんま、タイトルに、そのまんまの、何のタイトルが、何のひねりもない、岩手に行ってきた。岩手に行ってきたっていうタイトルって、で、OK、今日が前編ということで、なんと岩手に行ってきたんです今日書いてるまんま、それタイガが、あとタイガと、あと誰が行ってきたんだっけ、僕と、うん、アリリン、この後出てくると思うんですけども、はい、アリリンと、OB の菊池さんと、うんうん、あと中村えりかっていう今日はいないんですけど、その4人で、はい、4人で行ってきたということで、はい、まあ、1泊2日だったんだよね。そうですね、1泊2日で行ってきました、うんうんうん、で、どこに行ってきたんだっけ、盛岡、まあ、岩手の中心街、盛岡、花巻ですね、主にその周辺をちょっといろいろみんなでドライブしながら、なるほど、なるほど、できました、なるほど。いや、私もね、岩手は行ったことあるんですけど、はいはいはい、まあ、なんかちょっと話を聞いた感じだと、そのわんこそばとかしてきたみたいな。そうですね、できましたよ。私したことなくて、実はわんこそば、僕も人生初めてでした。あ、本当に、なんか、そう、なんかずっとやってみたかったんだけど。やってみたかったんですか。僕はこの企画聞いてわんこそば行くって時に、うん、本気ですかえ、僕食べるんですかね、何食べるよって、なるほどみたいな感じでした。マジで、まあ、そっか、え、きついの。きつかったです。この後はその映像を見ていただくんですけれども、うんうんうん、いや、本当に九志さんっていうお姉さんおばさんの場合もあるんですけども、うん、がそのわんこそば皆さんがイメージするような感じで、うん、どんどん食べるたびに言ってくれるんですけど、途中からお姉さんの笑顔が憎くてしょうがないなんでこの人こんな笑ってんだろうみたいなそんな辛いんだ。そっか、え、なんかルールとかもあるの。あ、ちょっとですね、おウィキペディアっていう超便利サイトがインターネットにあるんですよ、はいはい、なるほど、それをコピーしてきましたですね、わんこそばにはルールがいくつかあって、うんうん、まあ、まずウィキペディアにわんこそばの定義っていうのがありまして、3つあるんですけど、はいはい、わんこ、お椀で食べる、まあ、そうですね、わんこそばの、まあ、そうですね、こうやって、うん、で、2、休止がつく、さっき言った休止のお姉さん、おばさんがついてくれるってやつですね、はい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 、で、3つ目が温かいそばっていうルールで、温かいのあれ、そうです、温かいやつ、限定みたいですね。え、ザルそばだと思ってた。そうです、僕も勝手なイメージで食べる前は、うん、そう、本当にザルそばみたいのをどん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 入れて食べるのかなと思ったら、なんかもう本当に湯気が立つような。あ、そうなんだ。そうなんです。へー、それ知らなかった。
まあ、そばの麺、あの 麺自体は冷たいんですけど、うん、熱々のつゆにさって通して食べるっていうのが、はいはいはい、正しい食べ方みたいで。なるほど。ウィキペディア情報ガンガン言っていいですか？あ、ぜひぜひ。もう全然やったことない。僕ちょっとウィキペディア見てて、ちょっと、あ、ちなみにこの後僕が何杯食べたかっていうのも、あの映像になるんですけども、その前にちょっと自分からハードル上げましたね、ちょっと今。いや、ちょっとびっくりしたんですけど、まあ、主なわんこそばの記録っていうのがウィキペディアに載ってまして、はい、小林健選手って、あの、ご存知ですか？選手っていうと、いや、俺の中ではかなり有名な人で、昔テレビチャンピオンとかで本当に大食いの時いつも優勝した人で、ホットドッグとか食べて世界大会でギネス持ってる人知りません？あの髪の色を毎回変えてみたいな、あの筋肉つけるとお腹が減ると思うからっていう理由で今ボディービルダーもやってるんですけど、あの人その人が現在のわんこそばの、大食い記録で、その最高記録を持ってるんですけれども、基本的にわんこそば1杯が 15g で、小林武選手は、テレビチャンピオンの企画で、25g のやつでチャレンジしたんですけども、それ15g 換算にしますと、はい、何杯ぐらいだと思いますか、わんこそば。でもあれですよね、わんこそばって結構100杯食べるとあの札がもらえるみたいな、すごいです ね、みたいな。ちなみに僕がそのわんこそば食べに行ったお店でお話伺ったら、女の人が、40杯から50杯、はい、食べられればまあ食べたなみたいな、うんうんうん、で男の人が50杯から60杯、あ、そんな、70杯いけばすごい。じゃあもう100杯でもだいぶすごいってこと？だいぶすごいと思います。じゃあそ、え、待って、じゃあどんくらいだろう。150。小林武選手の記録640。弱くない？600です。100じゃないです、600なんです。マジで？はい、645。これはですね、え、げつなくない？それあのグラム換算しまして、6675g、まあ、10キロ近くですね。それ冷静、単純に考えて、はいはい、いただきますって言う前とごちそうさまって言う前で体重が10キロ違うわけですから恐ろしいですよね。なんかあのさ、そばの袋で換算してほしい。何袋分か。もう尋常じゃないぐらいですか。やばいよねそれ。絶対 そんな買って何するのみたいな。へえ。いやすごいですね。なんだ。あの2位の中島選手、ほうほう、こちらも大食いの選手らしいんですけども、はい、その人が557杯、まあ、それでもすごいんですけども小林選手と比べるとすでにここで100杯ぐらい差があるんで、ちょっと怖いですね。いやもうなんか未知の世界だね。未知の世界ですね。やばいね、ほんとに。いや、でそれさ流す前に言っちゃったらもうみんな話したことないから。そう思われたくないな。いやみんな、ね、でも100杯でもすごい。いや本当に、てか100杯でもえげつないってことだよね。すごいです、ね、いや今日ご覧いただく映像の僕の表情を見ていただければと思うんですけども、半端じゃないです。女の人で50だっけ、50。そうですね、40から50だったら。40から50で、男の人が50から60。50から60ぐらいが普通ですよ皆さん。そうですね、まあ普通600がおかしい。600本当すごい。いや600ってさ、やばいです。いや、ちょっと衝撃だわ。衝撃。僕もあのページ見てて、え、これ何、誤植かなって思ってた。いやそれにしても緩いな、今日。改めて。僕のウィキペディア読んでるだけですからね。あのちなみに、はい、あのなんか、メディアジアカウントで、タビーのこのツアー前髪ですっていう風な、あの、あれ書いてごめんなさい、タビー、ごめん。前髪だったら下ろした方がいい。前髪です。なんか下ろすとすごい人相悪い。なんか、ロックバンド。ロックバンドみたいな。すげえ前髪のなんかパンクバンドみたいな。ちょっと斜めにした。いやまあでもあれですね、わんこそば、なんかね、食欲の秋みたいな、なんかね、いいね、そういう食べるネタとかね。そうですね。秋ですしね。そう、今日最近寒くない？今日寒かったですね。そうだね、最近もう仙台は寒いです。もう秋ですね。秋ですね。そう、もう今日僕は感じました。あ、もう秋だなと。もうなんか半袖だと思うね。今日僕外を歩いてたんですけども、ね、普通に半袖で歩いてたんですけど、寒い。寒いです。もう自転車だともう羽織がないときついぐらいには。だってまあ東北はね、もともと夏短いですけど。そうですね。あ、なんか
感じるのは夏早く終わらないやっぱり。夏早く、そうですね。秋も早いか。確かに、そうなんです。冬が長い。そうだよね。気づいたら冬みたいな。関東にいた時は普通にまだ9月も暑いですからね。あ、やっぱそう。全然暑いですからね、まだまだ。そうなんです。もうね、もうどんどん秋になっていってますね。まあ、秋もたくさんいいところありますからね。そうですね。まあ、なんか食欲の秋、うん、読書の秋、うん、スポーツの秋。お、まあ、この前スポーツやりましたしね。そうです、スポーツやりましたしね。うん、まあ、あとなんだ。まあ、そこら辺ですか。そうだね。まあ、食欲の秋。秋といえば何ですか、好きな食べ物は。好きな食べ物、あ、そう、あの、あ、でもこれ後で言っちゃうからダメかなんか、この前サンマ食べたんですよ。はい、あ、いいですね、サンマ。そう、サンマを、まあ普通にスーパーで買って焼いて食べただけですけど。あ、そうなんですか。なんか食べに行ったとかじゃないですか。あ、そう、そして家で焼いただけだけど、いやでもやっぱ美味しい。いいですね、今年はサンマがあんまり取れなかった年みたいで、価格も上がってますから、ちょっと食べたいんですけど、なかなか1学生にはちょっと違う。ちょっと奮発して買っちゃいましたけど、まあね、僕人生で今年初めてサンマの刺身を食べたんです。お、人生初めてだったんです。おう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 。あの群馬出身だったんで、はいはい、あの新鮮な状態でサンマが群馬に届かないんです。サンマは焼いて食べるものだと思ったので、僕はちょっと、あ、なるほど、なるほど、ね、居酒屋のメニューでサンマの刺身ってなって、え、はいはい、刺身で食べられるんだみたいな。でも食べられるような冷静に考えるわけで。そっか、群馬県民はお魚がなかなか新鮮に届かないと、はい、なるほど。そうです。あ、ちょっと秋田県民としてはちょっとそこはやっぱりね、分からないところだもんね。羨ましい。なるほど、魚が美味しいところ本当に羨ましいです、ね、いや、もう宮城のお魚美味しいですから。いや、宮城も本当に、そうそう、いやもうまあね、ちょっともうダラダラ喋りすぎたから。普通になるところあれだ、喫茶店で喋ってるみたいな。本当にね、ごめんなさい、なんかこの1対1でカメラを意識してない、すいません。はい、ゆるゆる、超ゆるゆる喋ってましたけれども、はい、ではもう改めて動画にね、はい、いきますか。そうですね、その、そうですね、先ほど言った僕たちこの岩手に行ってきたっていう企画なわけで、はい、行ってきたっていう動画が、まあじゃあ最初、今日は2本あるのかな、動画が。そうですね、その1本目をじゃあ最初に見ていただこうかなと思いますので、はい、まあ、改めてちょびっとじゃあ見の、もし見どころとかあれば。見どころですか。まあ、最初の動画の方は、北上、岩手の北上市で、うんうん、メイド喫茶。あら、私今突然行ったんだけど、メイド喫茶に行ってきたので、あらあら、そのメイド喫茶での珍道中と、はいはい、先ほどお話にも出ました、うん、わんこそば。わんこそばね、はい、食べてきたので。あ、さっきの小林選手の645って人の間違いだったな。俺食べたんですけど、なんか俺の記録がすげえ少なく感じられちゃうかもしれない。まあ、皆さんそこは別枠で考えていただいて、ね、考えていただいて、はい、見ていただければと思います。そこら辺の僕の苦悶の表情も、はい、ぜひ見どころですので、はい、ご覧いただきたいと思います。 VTR どうぞできますか。はい、はい、ではぜひご覧ください。 VTR どうぞ。こんにちは。こんにちは。はい、なんか、ね、北上にはメイド喫茶があった。なんだ。ついに見つけましたね。私のお家を見つけましたね。何回かね、そのもう開き直った。よし。あの、浦島太郎電鉄とかでね、北上に寄った時にメイド喫茶があるっつって取材になかなか来れなかった我々なんですけども、なるほど、たまたまね、来てみたらやってるぞということで。や、まあ、やってるもないけどね、僕たちのお家なわけですからね。そう、幸せに家に帰ろうかなっていう話なわけじゃないですか。怖いわ、君は何を言っているんですか。というわけでね、入ってみましょうかね。メイドールさんです。はい、あー、なんかドキドキする。すごいね、ドキドキするね。はい、あ、ってことで、まあ、誰、まあ、その花園にね、いや、一番ちょっと待って、まず、いや、タイガーだよ、タイガー。じゃあ、私行くよ。じゃあ、俺行くよ。はいはいはい、どうぞ。はいはいはい、いや、タイガーだよ、タイガーだよ。コンコンコン、ひよこさん、メイドアレー、おかえりなさいませ、ご主人様、お嬢様。それでは、私、ひなたがお席にご案内いたします。こちらにお願いします。
すげえドキドキする。こちらです。初めてだよ。やばいよ。席を案内されちゃったよ。されちゃったよ。俺もこっちに座ればいいわ。はい。はい。それではです。はい。はい。それではこのくまちゃんのこの顔を一緒に書いてほしいんですけど、はい、はい、このくまちゃんには魔法がかかっているこのリボンです。はい。はい、このリボンをほどくことによってですね、夢の星メイドールの素敵な住人になることができます。なるほど。なるほど。はい。で、まあ本来はまあ1って5引っ張るんですけど、まあ3人いるので。誰か、キャッシュ。いやいや、もうじゃあ、僕がメイドールの、はい、メイドールの住人になれるんですね。まあ、でも、これもってことでみんななれるので、はい、代表して僕が3、2、1から、こう、4、はい、3、2、1って引っ張ってもらって、わかりました。せーの、3、2、1、キラキラー。お帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様。おめでとう。おめでとう、ご到着です。すいません。はい、お願いします。こちらメニューです。お、はい、かわいい。それではですね、メイドールのシステムを説明させていただきたいと思います。はい、メイドールはお一人様1時間400ドール席料がかかります。ドール、はい、ドール、ドールというのはメイドールの通貨になっていまして、はい、はい、あの僕今日日本円しか持ってないんだよな、どうしよう、ドール円持ってないんだよな。先ほど魔法にかかった時点で、はい、お財布の中身は全部ドールになっております。あ、マロか。はい、ちょっと待って、確認してみよう。あ、本当だ。全部ドールになってる。はい、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 それではですね、メニュー決まりましたら、少々こちらのベルでお呼びください。はい、わかりました。はい、失礼します。はい、これ、はい、メニュー来たけど、これ可愛いじゃない。可愛い。あとこれさ、定番があるよ。出た出た出た、お絵描きしてくれるあれじゃないか。ふわふわ、お前と。まあ、じゃあ、手に入ろうかな。あと、あれですね。部屋の扉が開ける。オーダーって言ってたね。あ、オーダーってなんか、オーダーです。月曜の10時からやってるやつな。はーい。お待たせしました。魔法の方。はい。ふわふわオムライス。ふわふわオムライス。ふわふわオムライスなんですけど、このふわふわオムライスの絵を描くんですけど、はい、この絵はご主人様、お嬢様が好きな腕をリクエストさせていただいて、で私がお絵描きいたしますので、おー、はい、なので決めててください。はい、わかりました。じゃあ、ふわふわオムライス1つと、もずく酢1つと、ポッキーを1つ、たこ焼き1つ、以上でよろしいでしょうか。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ、少々お待ちくださいませ。失礼いたします。ちょっと今たまたまお店の奥の方でフィギュアの数々を見つけてしまってテンションが上がってる一同です。ご覧ください。これは何ですか。何がそれは不思議だろう。それはちょっと最近のアニメだよ。新しいフィギュア、新しいフィギュア、頭から取れるんですこれ。でもなんか何が言ってるの、大丈夫、何も最後セット。違う、爪切り爪切り。え、すごい、あの、なんか爪のケアみたいな。あ、でも、まあ、おしゃれっちゃおしゃれだよ。わかったわかった、なんでもいい。すごい。お、注文したんでしょ。いいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、こちらのお客
物まだ味がついておりません。美味しい味にするために皆さんでおまじないをかけたいと思います。はい、はい、はい、それではおまじないのやり方をレクチャーいたします。はい、ハートをかきながら美味しくなーれで、萌え萌えキュンで美味しくなります。わかりました、はい、美味しくなーれ、はい、よし、はいはい、一緒に、ね、間違ったら美味しくならないからね。そうです、はい、ちゃんと本気で、おなじみで一緒にお願いします。せーの、おいしくなれ、もえもえキュン。はい、おいしくなりました。よし、ありがとうございます。あの、若干間違えた、間違えた、おいおいおい、なってないでしょ、それじゃあ。美味しくなれ、メイドのお姉さんたちでやるから美味しくなるんでしょ。間違え、ちゃんとできてるね、タイガーでも。当たり前でしょ、ドール製の住民なの。当たり前、当たり前でしょ。これは食べれば美味しいから、アンチちゃん食べ、ニケは食べても全然美味しくないだろうけど、うん、これはもう、じゃあどうぞ、ポッキーとかモザクスとか、いただきます。あ、いただきます。めっちゃ美味しい。今まで食べたことない、こんな美味しいポッキー。美味しくなーれ、萌え萌えキュン。いきまーす。美味しくなーれ、萌え。はい、間違えた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 。一緒に一緒に、せーの、美味しくなーれ、萌え萌えキュン。じゃあ、もずく酢、もずく酢いただきますね。なんかね、浮いてるんだよね。これ何？なんだろうね、生姜？生姜かな、私生姜大好きだよ。いただきます。クソ選んだよ。私でも酸っぱいの超好きで。美味しい、これは今まで食べてきた中で本当に美味しい。何ですかね、雰囲気にやられてる、すでに。まあ、こんな可愛いお皿に出てこないもんね。そうですよ、こんなこんな、しかも箸が柄が違う。え？私がたまたま取ったのが違かったんだけど。なんでもない。美味しいよ、これすごく。お願いします。お待たせいたしました。やった、ついに、すごい、ロトロコロニーオムライスの皿。はい、はい、では、決まりました。はい、先ほど緊急会議を行いまして、描いてもらいたい絵はちょっとお願いがあるんですけど、はい、猫の絵を描いてもらって、猫です、はい、猫の絵を描いてもらって、メイドのお姉さんに最後にゃんにゃんってやってもらっていいですか。わかりました。ちょっとメイドールの風習じゃないので、こっちの、こっちの元いた国の文化なんで、はい、了解しました。猫の絵を描いてもらうと、あと、こよきの人は、はい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 、こちらサプライズです。私ですね、あの、名前がアリスなんですけど、不思議の国からちょっとワープしてきてるんですけど、それで、チシャネコっていうの知ってます？シドの世界では若干有名なんですけど、はい、でも、ちょっと私の、その不思議の国ではチーシャネコっていうんですよ、はい、なので、そのチーシャネコっていうが来たいと思います。お、よろしいですか。猫って言ってたので、はい、あ、お願いします。あ、どうぞ。かわいい、かわいい、かわいい。あ、この曲も好き。あとは俺の曲。こいつが小さい。小さな子はすごい笑ってるんですよ。なので
はい、できました。かわいい、はい、じゃあ僕たちの国のやつで。そうですね。にゃんにゃん。じゃあ最後に、はい、萌え萌えじゃなくてにゃん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 キュンで。オッケー。よし、できます。せーの、おいしくなーれ、にゃんにゃんキュン。ありがとうございます。よし、すごい、最高です。はい、じゃあこちらの方で、ね、食べるのがもったいない。はいはい、どうぞどうぞ。いただきます。あー、なんか絵が崩したのがもったいないな。でもすごい美味しそう。いただきます。おまじないの効果半端じゃない。わんこそばのお店に着きましたので、まだまだ生きてますけども、さあ無事帰ってこれるのか行きたいと思います。こちらの黒いボールシーで揚げとなります。お蕎麦の方を食べていくと、あの方に蕎麦つゆ溜まってきますので、溜まった蕎麦つゆこちらの黒いボールにしててください。はい、はい、では始めさせていただきますので、お椀と箸をお持ちください。はい、これ時間取ったらいいんですか。そうですね、制限時間ございます。休憩時間もございませんので、なるほど。はい、いただきます。いただきます。おわんとはしまし、はい、はい、お蕎麦に味が続いてましたので、今のも召し上がりください。目の前にありますものすべて薬味となりますので、お好きなタイミングでお蕎麦と合わせてお使いください。宮沢賢治セットというセットです。あの三ツ矢サイダーとですね、サイダーと天ぷらそばのセットになります。宮沢賢治さんの大好物だったということで、あと1個でしょ、とろっと最後同じ味を私も食べたいと思います。おいしょ。なんかね、終盤なんだよね、横がね。いただきます。マグロ食べるよ、マグロ。そうだよね、マグロは、うん、食べる。いや、割とね、でもね、本当に本気で見てる。これはネギともみじおろしですかね。すごい、アリーンが横で食レポしてる横で、すごいなんかもみじおろしも入れて、わー、綺麗、緑とオレンジのコントラスト。よし、じゃあここでサイダーを。そばには入れないんだね。入れないですね。今でしょ。わー、そばに入れそうな感じした。なんか、いや、いいですね、夏ですね。というわけで、いただきたいと思います。天ぷらそば、いただきます。まず一口目、よいしょ。この食レポを見たいっていう故郷の母を思っています。うん、うん、おいしい。とってもあっさりしてます。60。どうしたんですか、皆さん。いや、表情が、いや、あの、もうやばいぞ。目でわかる。これどっちもこれ60いってるんだ。そうですね、すごいっすね。それデッドヒートだよ、これ。マグロ最後食べちゃおうかな。私も食べようかな、マグロ。まだまだお腹空いてるから全然食べられる、俺。マグロ本当に美味しいな。とっても美味しいです。あー、いいぞ。相手がね、ひるんでるサラダがね、こっちが最大のパワーになる。見せない。いや、好きなタイミングでやめて。もう、ほんと。隠れてるから、これ何杯っていうの知らない方がいいと思うよ。もう、だってここまで来るの、私のことで。知らない方がいい。70近くまで来てるから。女の子です、女の子。女の子です。ここは、やっぱり、男を立てるという意味で、男を立てた方が幸せな人生が待ってますよ。それ言われた後になんかやめるのも嫌だ。何やってんだ、アリさん、お前。アリリンだったら男立てようと思うから。だよね、やっぱアリリンだな。うん、ここはもう心理戦ですね。あ、辛い。お互いに見えてないから今。
え、これ歩けるかな。おい、いい、立てるかなだよ。待って、笑わせない。笑うとさ、お腹に力入るからさ。じゃあ証拠にいる、証拠に。どんどん食べられる、まだまだ食べられるやん。これ、何グラムぐらいある人？大体15とかですか。これじゃあ全部でも、その記録がすごい人たちって男の人ですよね。そうですね、女性の方はめったにいないです。急に男女の差を出してきました、食事に。あらららら、食事は男女関係なく。女の人で最高ってどれぐらいいますか？女性の方でも100杯食べる方は。やばいな。あ、無理だ。さあ、どうなるこの勝負。お姉さんとかチャレンジしたことありますか？私はまだやったことないです。マジですか？すごいね、寿司食べたことない寿司職人みたいな感じ。魚介類ダメなんですよって言われ寿司出すみたいな。どうしますか？はい、ということで、まあちょっと勝者はどっちっていう終わり方でしたけれども、はい、これは聞いていいのかな？聞いてください。さて、どうでした？結果、勝者は僕です。いやー、やっぱそうですよね。ありがとうみんな。ありがとうみんな、今日は何杯カメラの向こうにすごい100人ぐらい今お客さんいます。ありがとうみんな。こんな感じ。何杯食べたんですか、結局？ですね、僕が食べたのは、うん、74杯です。おいや、でもすごいでしょ、それ。結構男性でも。すごいんですよ、ね、すごい。ちなみに、一緒に食べた中村エリカちゃんの方は、64だか7だか。あれ、頑張ったね、エリカ。かなり食べるんですよ。すごいんですよ。女性の方がその40から50だよって話をしたんで、僕も40から50超えて、もう結構、先ほど映像見ていただいたら分かると思うんですけども、僕オムライスを食べさせられたんですけども、もうオムライスを食べた後だったんで、それでもう僕50の時点で、あ、これもう今日ダメだ、立てないって思ったんですけど、イリカが食べる食べる。60までノンストップで食べるんです、平気な顔して。へー、まだいける。60の時に急に、あ、もうダメって言い出したんですけど、それまで本当に同じペースで食べ続けるんで。へー、食べるのね。もう途中でなんか一瞬逆転されたりました。へー、いや、激戦でしたね。いや、オムライスからのそばはね、大変でした。いや、でもメイドカフェもね、すごかったよね。なんか私、行ったことないんですよ、メイドカフェは。なんですか？まあ、女の子はまあ結構ね、やっぱり行ったことない人がないんですか、メイドカフェ。多いんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと初めてちゃんと中とかを見たんですけど、はい、僕も人生初めてでしたね。結構なんか言ってたよね、でもガンガン。なんかお姉さん、にゃんにゃんがなんとかとか、もう途中からもうこれやるしかないなってなりまして、ここまで来ちゃったら言うだけやろう、やるだけやろうと思いまして。お、来ますか？あら、来ました。ちょっとあらあら、どうですか？私は旅、ごめんね、なんか来ちゃった。なんか来ちゃったって、その来ちゃったよ。ちょっと私を歓迎してくれないんですか？さて、皆さんこんばんは。じゃあ自己紹介してもらいましょうか。宮城大学事業構想学部デザイン情報科2年のアリリンです。よろしくお願いします。じゃあやっとね、岩手に行った2人目が、はい、行ってきましたけれども、はい、アリリンはどうでした？もうワンコそば食べてないんでね。でもそうですね、ワンコそばはまあ、食べたら、まあ、無理かなと思ったので、まあ、早速辞退するっていう。いや、違うんですよ。映像ではお伝えできなかったんですけど、まあ、メイド喫茶から出た後に車でわんこそばのお店に行く途中の車中で、うんうん、私わんこそば行ける気がするって言い始めて、まあ、でも予約が2人だからってなって、うんうんうん、エリカさん、私と変わりませんぐらいのことを言ってて、私全然言ってない、言ってたでしょ、言ってたでしょ、私食べられるみたいなこと言ってたでしょ。でもこれ辞退した方が勝ちかなっていう、真実の勝ちかなっていうやつ。いざ始まってみたら、映像で天ぷらそばアリーゲン食べたんですけど、あの天ぷらそば食べた時点で、あ、もう私お腹いっぱいって。あれ、本当にめっちゃ量あったんですよ、あれ。しかもサイダーもついてるから、意外とお腹タプタプになっちゃって、これ本当マジワンコそばにしなくてよかった。あのままもしもアリリンワンコそばだったらやばかった。いや、多分10杯ぐらいで、あ、もう無理ってなってましたね。
もう記録どころの問題じゃないみたいな ね、はい、でもなんかさ、しかもさ、メイドカフェでさ、もずくす食べてじゃあ、あっちもずくす本当に好きなんですよ。あのスーパーで3つぐらい売ってるじゃないですか。分かる。あれ、ね、1人で全部食べるんですよ。もずくす食べるんです。あの家族で食べないんで、私が全部食べるんですけど、女子大生の好きな食べ物はもずくす。そうです、はい、もずくすです。で、あれ生姜が入ってたんですよ、うん、見ました、あのピンク色の容器の中に生姜が入ってて、あの可愛い容器の中に、ね、そうなんですよ。あのもずくすを、もずくすをあの可愛い容器に入れる、かつ生姜がちょこんと乗ってるあたり、これはぜひ皆さんお家で試してみてください。お家で、お家で、お家で、ぜひお家でもずくす、秋の味覚もずくす、スーパーからもずくす買ってきて、こう移し替えてちょんってやって、こうもえもえキュンってやってから食べてくださいね。もえもえキュンね、あれ大事です。はい、いやすごかったね、うん、でも本当にメイドカフェっていう、なんかやっぱりさ、メイドちゃんとハートつけてメイドカフェって言って、やっぱりあの食べる前のあれ、あの何、呪文、うん、呪文かな、はい、呪文、そうですね、ドール製の呪文ですね。呪文とあとお絵描きがやっぱりイメージかなって思ってたので、うん、なんかどっちもやっぱりメイドカフェだなみたいな、そういう、いやー、ね、本当に可愛かったし、ね、衣装とかね、可愛かったですね、すごい面白い可愛い服が着てて、いやいやいや、いやまさかいいね、岩手一発目でメイドカフェとはね、うん、っていうのも、そうです、当初の予定はなかったんです。え、それは見つけてってことだったんですか。あの 某スタッフがですね、あの知ってたんですよ、もともとそこにメイドカフェがあるという。なるほど。なんかちょっと趣味悪いですよね。ちょっとメイドカフェがあるってことを、自分たちは存在してたけど、俺たち行かないからお前ら行けよみたいな。そう、それでじゃあ行ってみようかって言って、ドアを開けたら、いやもう素敵ですよね、あの空間。かわいいって、スタッフ情報があったということですね。そうですね、はい、事前のスタッフ情報がありました。なるほど、なるほど、はい、岩手県の北上駅の駅前にあります、はい、本当です、マジで駅前です。何タワーだっけ、クレヨンタワー、クレヨンタワーの何階だっけ。クレヨンタワーってもしかして私裏鉄で、あ、そうです、裏鉄で行ったみたいですね。行きましたか。あのなんかすごくすごく個性的な模様の、そうですね、くる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 、そうだよね、なんか、なんていうか、サイケデリック、そうですね、なんていうか、そうですね、サイケデリックな感じ。なるほど、あの浦島太郎電鉄2回目の岩手のところでもう映ってますね、そのクレヨンタワー映ってます、映ってると思います。はい、私のあのハッシュタグ浦島太郎電鉄でも私確かその不思議な建物があるってつぶやいてますので。あ、本当ですか。そうです、そうです、そこにあのメイドカフェがあったんですね。なるほど、なるほど、いやまあそこもつながったんですね。そうですね。なるほど。いやまあそんな感じで、じゃあ後編に行くわけなんですが、はい、後編はどんな感じなんですか。あのですね、後編はあの、まあ、後編ってか、まあ、今日の2本目、はい、あの、はい、まずこのわんこそば終わった後、まあ私たちはホテルに今向かったんですね、うんうんうん、でホテルに向かって、まあ、本来だったらもうそこで、あ、じゃあもうお休みって、また明日バイバイってしようとしたんですけど、私あの走りたくて盛岡市内を、うん、あ、なんかあれですね、運動会企画の時も走ってるんですよ、走ってるってことで、うん、まさかカメラが入らないだろうっていう状態の格好で私外に出たんですよ。なるほど。そしたら案の定カメラ持ってきてたみたいで、なんか俺カメラに映しちゃいけない服装してるの。超変な格好してるんだけど。本当に半端ないんです。あのオフ感が半端なくて。なるほど。オフ感というかみんな分かんない格好してる。まあ、みんなで仲良くランニングに行ってきたってことですか。そうですね。はい。なるほど。あの、はい、とにかくあのアリリンセーラー服じゃないので。そこだけ本当すいません。アイドルのオフは完全にオフですね。あれにそうです、スポーツする感じの完全にオフです、はい、ジャージな感じですね。はい、ボカロさんはよくわからないから、あのなんだっけ、なね、なんだっけ、ボーダーの T シャツにボーダーのパンツに、あのしかも半パンで、しかも靴ブーツしか持ってないからブーツ履いてるで、映像映ってるかわかんないですけど、エリカが持ってた水色の女性用のバッグをやってるんで、なんか頭のおかしい人みたいな。まあみんなすごくオフな格好でランニングをしてきたのが、うん、はい、今日の2本目で、ランニングと言いつつ結局ブラブラ歩いたんですよ、はい、あ、まあ夜の街をブラブラしてきたんですね。はい、はい、で暗いところに行って、うんうん、まあ9度だろうみたいな、ね、そういう感じですか。まあ一部始終、夏美さんが見れないですね。ちょっとそれ私が苦手なやつかも。一部始終を、あらあら、まあちょっとですよね、一部始終を映っちゃいけないものも映ってるんで、本当ですか。いやまあじゃあ夜の岩手を、はい、そうですね、
夜の岩手をお堪能いただきたいなと思います。じゃあ VTR どうぞで2本目いきましょうか、はい、じゃあいきますよ VTR どうぞ。ただいま、盛岡駅にいます。これもうこの格好で寝ていいや。お前ら始まってるから、始まってるんですよ。始まってます。どうもどうもどうも、ハリリンです。タイガです。エリカです。何もうやだ。その状況は、というわけで盛岡駅の上です。テンションが高い。これね、そうですね、ちょっとこれ何口走ってきまして、北口とか何口かは当然なのか、これ分かってない。三叉小道ってとこ。何口ですか、よく分かんないんですけど、ホテルからどれぐらいかな、走って5分走って5分ぐらいの場所で、まあ無事に着いたよね。着きましたね。もう完全に私は走る格好で来てます。今日はセーラー服じゃなくてすいません、こんな格好で走ってます。そうなんで言ったら、なんかスカートとかやる気のなさそうな格好で走ってしかもヒールっていう感じで走ってるんですけど、この2人先ほど大量にあるものを食べたんですよね。あ、そうそうですね。何食べたの？わんこそば。わんこそば、わんこそば。あの、妊婦になったわけなんですけど、やばい、はい、やばいよ、やばい、マジで。え、でも消化早いんだよね。プニプニ、プニプニ、ここまだ残ってるんですか。ここまだ残ってるんですか。プニプニ。意外と走れたね。意外と走れたね。そうですね。かよ風が気持ちいい。確かに。今日は。そんでもって盛岡駅ってすごくなんか景色っていうか建物の形いいっすよね。面白いし綺麗なんですよね。ここも見てみればわかると思うんですけど。ここ今僕たち立ってるの多分2階的な場所ですよね。そうですね。2階ちょっとエスカレーターを上がったところなんですけども。あの千年記でロフトあたりですよね。うん。そう、すごくね、花とか植えてありますね、いっぱい。ランドワンもある。まさか、なんか北上駅がですね、結構あのなんだよ。いや、私の中であの衝撃だったので、いや、ちょっと盛岡駅舐めてたら今日すげえと思ってそうですね、すごいなって思いましたよ。もう電車は来ない。現在地です。現在地、はい、盛岡駅です。はいはい。ここら辺に来るといろいろあるんですよ。あ、なんかいろいろ、うん、石割桜とか石川啄木。ここら辺行きたいんだけど私。あ、いいね、行こうか。行きましょう。岩手銀行、ここから何キロあるの？わかんないけど、これ1キロでしょ。そんなないじゃん。あ、歩ける歩ける。2キロもないじゃん。ここら辺行きましょう。だったらもう行くしかない。行きましょう、行きましょう。夜は長いです。行こう行こう行こう。あれだよね、山登りで山登るとこで体力使っちゃうおっしゃって到着してもう終わり。帰るんだよ、この後同じ距離で。ドゥドゥーン。ドゥドゥドゥ。え、このめっちゃ詳しいですからね、私。お手洗い、誰か行きません。やだ、やだ、本当だ。ここぐるって行って入れるの？え、でかくない？え、でかくない？多分本丸は入れないけど、ここら辺ぐるって入れるんじゃない？めっちゃいろいろあんじゃん。言うに来たかった。でこ。え、じゃあ公園でかっ。え、入れると思う？夜ここ。入れます、入れます。え、見てよ、ここ鳥居3つ続いてんの。わっ、でっけ。池に囲まれている。ここにもあるよ。怖っ、ね、ちょっと、うん、こっち側から潮の中入れるかわかんないけど、ぐるって入って回ってみますか、ここら辺をぐるって。そうですね、そんな感じで。入り口どこですか？入り口こっち側、すぐここ、ここだね、ここ。へー、じゃあもうこれも、ほら、あれだもんね。あ、ほんとだ、石垣ね。石垣の技術すごいよね、ほんとに。石垣っていうか、道路のすぐここに石垣あるってすごくない？ギリギリまで、ギリギリまで石垣あるって。あ、これは登れないわ。高くなくていいわ。高だけど、思いっきりがっつり高だけど。でも高いな。だって降りてこう回れるんじゃないですか。あ、そうだね。お、そっか。そうなんだ。
もうちょっと降りてきたから大丈夫でしょ。柵気をつけて。アリーも。いや、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。こっち側も公園だよね。ライトもある。距離がある時点で、でも人が通る前提のもとですからね。一つ疑問なのは、なんで向こうの方が正面入り口なのにあっちライト全くないのかっていうのが疑問だよね。こういうアクションを楽しみもうとしてる人がいるんだよ。しかもここにさ、水場って怖いよ。いや、俺別に声かけないけどさ、急に後ろから引っ張らないと。ちょっとピッと落ちちゃって今。待って、ほんと、アリビ、ほんと待って。いいぞ、アリサいいぞ。いや、アリサって呼ばないでください、やめてください。ごめんなさい。イケメンにしか呼ばれないって決めてる。ごめんなさい、ごめんなさい。でも、伊勢さんは勝手に呼んでるから切れてるの。あ、伊勢さんのことをイケメンって認めてるわけだ。認めてない。私は今までイケメンを見たことがない。生まれて一度も。そうです。はい、ということで肝試し決まりましたあれ、結構明るかったですね。なんか、今映像で見たらなんか言うて歩ける感じみたいな明るさ出したじゃないですか。あれの実際、ほんと真っ暗ですよ。あの街灯ない、ほぼないですからね。なんか、1箇所、2箇所ぐらいにポツポツそうですねだけあって、あとはもうひたすら真っ暗暗なんですよ。なるほど。で、最初は俺たち地図見た時もあの入り口こんな感じだよねしか覚えてなかったんで、うん、結構複雑な形をしてるんですけど、うん、道がそれも分からず入っちゃったから、このあとこっちどこ行けばいいのえ、こっち道あるけど続いて出られるのみたいな感じでずっとぐる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 して結局何時間ぐらいいましたね。え、そんなにいましたよ。1時間半ぐらいいましたよね。だってあのホテルに着いたのが、多分10時とかで、うんうん、そこからすぐに遊び出て帰ってくるのが12時、日付またいだぐらいだったずっと夜のめっちゃぐるぐるしててエリカさんがキャー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 もうまあ街灯ないな、怖いよね。さっきそこに人いたよねって俺が冗談で言うとアリリンが会いましたよねって、え、いなかったよ、いなかったよずっとそんな感じでしたね。いや、可愛いじゃないですか、はい、ああいう女子になりたいですね。アイドルそういうの、ね、別に怖くないんで。そこちょっとキャーみたいな、はい、キャーって今度行ってみますね。したらファン増えますから。やべえ、すげえ戦略的アイドルめっちゃ。そうですね、はい、じゃあ今度からはキャー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 言って腕掴んだりしたみたいな。はいみたいな、キャーみたいな、はい、マグリーってみたいと思います、はい。まあ、あそこは公園なのかな。そうですね、盛岡城跡公園ということで、はい、なるほど。それもウィキペディアで調べた。おっといや、もう今日ウィキペディア様様です、ね、ウィキペディア様様なんだけど紙の資料が多すぎてあ、やばい、何も太陽さん情報に溺れてる。盛岡城跡に関するありますか。あるんですけど、はい、で昼間行ったらすごく綺麗なところなんですよね。あ、そうです。そうなんですよ。すごい真っ暗で調べてて思ったのが、ね、映せなかったけれど、ちょっとすいません、見たんですけど、なんか安土桃山時代のこととか書いてあるんで読まないことにします。なるほど。でも本当に公園自体は大きくて、はい、そうなんです。城跡だからやっぱりこう複雑だってことなんですよね、きっとね、はい。で、うん、その盛岡出身の友達にその帰ってきたから聞いたんですけど、うん、そのお城の後ろにでっかい公園があるんですけど、うん、あそこで毎年ロックフェスをやってるみたいで、無料で、確か無料だったと思うんですけど、無料でロックフェスやってて、結構有名どころが、はいはいはい、あの県横山とか分かります。あとバックホーンとか分かります、うんうん、バックホーンとかあります。ああいう有名なバンドが無料でライブやってるんですよ。それがなんと今年は今週の日曜日、9月21日なんですよ。あら、あら、これ皆さん、もしよかったら、ぜひ、はい、はい、てみてい。無料だっていうことなので、はい、ぜひ、はい、いただければと思いますけれども。いや、そっか、夜。どうでしたか。なぐみさんは全然得意ですもんね、あれぐらい。もう、暗くても。いや、ライトなんていらないでしょ、みたいな感じですもんね。いや、まあ、いけますよ。いけます、いけます。本当ですか。本当ですか。いや、無理です。白歩いてる。ごめんなさい、無理です。もう白歩いてる時もずっと、エリカが。これやっぱ行かなきゃいけない、ね。夏美さんとか絶対無理だと思う。私は今どうにか歩けてるけど、夏美さんとか絶対無理だと思う。待って、歩けるからね、エリカ。ちょっと、エリカ。エリカ。夏美さんとか沙織さんとか絶対無理だと思う。怒って多分ここまで来ないと思う。ずっと言ってましたね。やっぱ沙織は多分無理。無理ですね。沙織は多分無理だと思う。いや、私はね、歩きますよ。大丈夫ですよ。そこからするくらいはね、
これはじゃあ、これ次回これ次回、アリリンのキャラの練習を兼ねて、そうですね、アリリンのキャラ企画ってことで、あ、イケメン連れてかなきゃダメですよ。あー、大変だ。じゃあ、アリリンが思うイケメンを見つけてきてやるから、キャーっていうための企画みたいなちょっとスポット紹介していかないとね。いやでも本当に、はい、夜の盛岡は思ったよりも都会でした。思ったよりも都会でしたっていう思いがあるんですけどすごい活気あふれる街でしたよね、はい、私盛岡もさっきあの映像でも言ってたと思うんですけど、舐めてたんですよね、あの仙台よりはね、まあ、ねちょっと舐めてたぞ俺も、岩手じゃんみたいな、うん、舐めてたんですよ、うん、そしたらすっごいんですよ、店はおしゃれだし、めっちゃなんかもうキラッキラしてるし、人はいっぱいいるし、もう本当に街に活気がすごい。アーケードもとかもあったんですけど、すごいね、お店もたくさんあって、はい、なんか人もたくさんもちろんいて、はい、あと映像にはなかったんですけど、ドンキホーテの1号店みたいなの見て、ドンキホーテじゃない、びっくりドンキびっくりドンキ、ドンキホーテですね、びっくりドンキびっくりドンキだった、ごめんなさい、ベルさん、ベルさん、なるほど、そう、ベルさんっていうね、はい、1号店がそのアーケードの方にあったんですけど、はい、超テンション上がっちゃった、もう街歩きとかもじゃ楽しそうですね、絶対楽しいですよ、しかも盛岡の自然がいっぱいなんですよ、駅前なのに川があって、木もちゃんとあって歩けるんですか、川沿いを歩ける、はい、あ、いいね、しかもあのさっき地図出てきたと思うんですけど、その歴史的なこう人物のなんか有名なものとか、はい、そうですね、いっぱいあるんですよ、駅地下なのに、素晴らしかったです、あれは最高ですよね、最高ですね、文化と都会が共存してる感じ、そうなんです、はい、本当にいい街でした、いやまあこれがね、これが前編っていうことなんだね、はい、そうです、はい、あるということなんですが、ここでちょっと告知が今日は、はい、あるんですよね、そうですね、はい、告知をじゃあお願いいきますか、はい、よろしくお願いします、はい、アリリン受けます、アリリン、アリリン受けます、すいません、アリリン抜けるんですか、はい、じゃあ、こちらのコーナーということで、はい、最後にちょっとだけ、はい、はい、で、今週末の話なんで結構急なんですけど、まず僕の自己紹介先です。お願いします。はい、自己紹介から。喋り方がもう急でした。はい。ということで NPO 法人メディアジスタッフの根本でございます。はい、今日はちょっと告知だけのために参りました。よろしくお願いします。はい。で、告知なんですけども、実はですね、今週末9月21日の日曜日にですね、女川町という宮城県のですね、石巻の方でも結構上の方というのかな、うん、上の方というのか東の方というのかにある女川町というところがあるんですけども、その女川でですね、女川さんま収穫祭のお手伝いのボランティアを募集してますと。さんま。はい。さんま。そうなんですよ。で、女川っていう場所がもともとすごくサンマで有名で、うん、で、まあ、震災あってから結構打撃受けちゃったんですけど、うん、まあ、だんだん回復してきて、もともと町の人たちで一緒にやってたんですね、はいはいはい、でそれがこれからそのボランティアに来てくれた人たちと一緒にできたらいいなと、なるほど、いうことで、そうですね、震災時にボランティア活動をされてたハグハグスマイルさんという復興支援グループの方がいるんですけども、その方々と地元の方々と一緒にですね、女川さんま収穫祭というイベントを実施するそうで、そのイベントの、お手伝い現在募集されているそうです。なるほど。でですね、こちらですね、興味ある方はぜひですね、女川さんま収穫祭と検索してもらうと出てくると思いますので、でですね、ちょっと出てこない場合は今ツイッターでこちらの URL も載っけときますん でそちらぜひご覧いただいて、気になる方はぜひね、まあ、今回参加できなくても次回以降も実施するということでしたので、うん、ぜひ見守っていただければなということでした、はい、で、ですね、具体的なお手伝い内容としては、そのサンマ収穫祭ということでサンマいっぱい焼くそうなんですね、うん、なのでそのサンマを焼くとか、サンマの配布とか、すり身汁の配布とか、あとはですね、サンマつかみ取りとかもあるんですけどサンマのつかみ取り、はい、あるみたいですね。なのでその会場運営の補助をですね、をちょっとこれまで女川に来てくれた方とか、まだ来たことのない方にもぜひ一緒にこのサンマ収穫祭を盛り上げてほしいということでしたので、ぜひ一緒にできたらということでした。はい、なので興味ある方はぜひこちらご参加ください。半年後の3月にまたですね、こういった形の今度は外部の方もお呼びして大きなイベントを開くそうなので、そちらもぜひ注目してくださいということで、もういいですね、秋の味覚、いや本当にね、つかみ取りなんかなりこれ楽しそうですね、つかみ取り気になるねどういう感じなの、水槽とかにたくさんいるんですか、ビチビチビチみたいな感じだって、焼いてるの掴んでもあれですよね、そうですわかんないけど
ということなんでね、いやすごくそのなんですかね、2012年に1回そのボランティアで行った時に、これから私たちができることなんでしょうって、そのハグハグスマイルの、ね、代表の方がお聞きしたそうなんですよ。でその時にまた来てくださいねってこう地元の方に笑顔で言われたそうで、だからまた来ようと、なるほど、いうことでその地元のお祭りを一緒に参加するっていうことをやりたいと思ったそうで、うん、我々も参加しますんで、はい、はい、あの興味ある方ぜひお越しくださいと、はい、一緒に行きましょう、朝めちゃめちゃ早いんです、はい、楽しみです、そんな、はい、ということでぜひね、はい、はい、まあ、このその様子ももしかしたらあの番組で流せるかもしれませんので、はい、そちらもお楽しみどうぞということで、はい、告知のコーナーでございました、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ抜けます、私は、はい、ありがとうございます。いや、そう、ちょっと私日程があったので、いいな、行こうかなって思っているので、すごい羨ましい。サンマのつかみ取り気になりますね。いや、頑張る、うん、頑張ってきますね、はい、ます、ということで、そちらも楽しみに、様子とかね、もしお伝えできれば楽しみにしていただきたいなと思います。ぜひ参加できる方は参加して、はい、僕の代わりに参加してください。サンマのつかみ取りやってきてください。ぜひぜひということで、さて、では来週は岩手の後半ですね、はい、そうです、はい、後半はどんな感じですか。ぶどう狩りとあと、あれです、芸美系、わかりますか、川下り、そうです、う、僕が前から行きたいと、はい、あの夏 の, あ の, イメあの企画プレゼン大会の時にも僕がちょっと紹介したところなんですけど、芸美系という有名な川下りのスポットに行ってきましたので、はい、いいですね。いや、ぶどう狩りもいいね。ぶどう狩り超楽しかったです。すっごい食べてましたよね。あれも映像に伝えたとこ、もうすげえよ、食べた。まあ次回ね、見ていただければと思います。はい、来週も岩手の様子引き続きお送りしますので、はい、そちらもお楽しみにということで、はい、本日もご視聴ありがとうございました。はい、来週もぜひご覧ください。ということで、バイバイ。バイバイ。じゃあねー。